ょっと待ちましょうか。もうちょっと待ってね。まあいいのかな、もういつまでやってんだこれ。まあいいや。でとにかくあの、まあ、システムのことをとにかく皆さんは考えてるんですよ。でだからすごい実務家なんだけど、うん、なんていうかな、つまり僕が彼と喋ってる時の感覚でしかないんだけど、うん、猪瀬さんはやっぱりあの人間がすごいダラダラしたやつらだっていうことが分かってる感じがするんだよね、うん、ああなるほど。だからそれがきっとあの猪瀬さんが文学がとかっていうことなんだと思う、うん、となるとね気になるのは、うん、東さんがあのコンテクチャーズを作って今、まあ、言論っていう形になって、はい、友の会を作って本を出している、友の会と本を作るっていうのは、まあ、手段でもあるとは思うんですけど、はい、これはあの何をやられてるっていうふうに理解して、え何、その東さんが今自分の会社でやられてるってことはシステムを作るということではないけど、でもシステムに作るってことにつなげようとしてるんですかね。まあでもある意味で言うと今度のベータ3で新憲法草案を作るって相当あのアグレッシブな試みじゃないですか。ここで僕ね多分ね簡単に言うと政治と文学がつながるプラットフォームを作りたいんだと思います。ああなるほどね、うん、だから政治っていうのがやっぱりすごい文学から離れてるし、文学も政治から離れてるわけですよ今、うんうんうん、で文学者は本当になよなよしたことしか言わないし、うん、で大体あの政治家に対して最初からすごくバカにしてるし、うん、でところでこれいつ終わんの、終わんないの10分間流れ続けるんですかねこれ。マジですか、これ終わんないんですかねまあでも多分で、まあ、でこれ大変なんか喋りにくい、喋りにくいですよね、なんかすぐ帰んなきゃいけないみたいな感じが画然するんですけど、まあ、そうですよね、長い間流れんの。まあこの最後にねこれ、まあまあ、でとにかくあ結構長い間流れますでだからあの、まあ、話いいかもこれでじゃあ、でも政治とでも文学をつなぐプラットフォームって、うん、僕やっぱりすごい大事だと思うし、はい、それでも本っていう形もあればネットっていう形もあるし、まあ、いろんな多分人っていうのも多分あると思うんですよ、仲立ちをする人っていうのが。だからあの政治と文学の話をつなげるっていうのはね全然別のレベルで言えば、例えばそのシステムの話とかアーキテクチャーの話みたいなことと、うん、その中に入るコンテンツとかイデオロギーとかの話ってつながんなきゃいけないんですよ、うん、で今この国で大体流行なのはシステムの話だけしようってことなんですよね。あなるほどね。でみんなそっち側に向かってて、うん、そっち側がすごいクールに見えるわけ、うん、だから単純に言うとお金の話だけをしよう、うん、制度改革の話だけをしようと、はいはいはい、でもやっぱりその制度とかそういうシステムってのはそこに何を入れるかっていうことがやっぱり最後大事になるわけですね、うん、でその何を入れるかっていう話っていうのがすごい今軽視されてて、うん、軽視されてるっていうそういうことを喋る人はもうバカだと思われてるんですよ。何を入れるのかっていうのが、うん、僕思うのはその何を入れるのかっていうのは自分でもいいんですよね。自分っていうかその人だったりそのものを入れるっていうのも、うん、でもその話って結構されないですよね、うん、例えばいや、うん、だからね例えばさっきの話、さっき佐々木俊直さんの話をしたけど、はいはい、佐々木さんがキュレーションって言ってたのが当事者っていうのがあって、あれ2つセットなんだと思うけど、ああいうのが出てくると僕は結構、うん、いいなと思うんだよね。キュレーションはシステムの話で、そうそうそう、当事者っていうのは中身の話、中身の話なんですよ。だから、うん、中身がないでキュレーションだけやってもしょうがないんですよ、うん、これ当 た,、ね、当たり前の話なんだと思うんですよね、うん、でもなんかずっと日本では本当にだから若い人も含めてみんなシステムの話だけしようってことになってて、うん、なんか、うん、コンテンツとか中身は後から出てくるんだみたいな、うん、それは例えばポップカルチャーとかの話もそうだよね。だからニコ動がすごいんだと、でニコ動をやってればなんかコンテンツの後はみんないろんな人たちが勝手に作ってくれるからみたいな、うん、そういうタイプの議論とも同じなんだけど、うん、でそういうのがある中でやっぱりコンテンツを作る、だから最初のコンテクチャーズって会社の名前はコンテンツプラスアーキテクチャーだったんですけど、あれ分かりにくいんで言論としましたが、うん、やっぱりシステムの話と中身の話、政治の話と文学の話、社会全体の話と個人の生き方の話みたいなものが、うん、やっぱりつながるところに本当の意味での言葉っていうのがあるの で,、うん、でそういうものがちゃんとないとやっぱり次の時代に出てくる文学者も単なる、もうある意味で単なる娯楽小説家になるし、うん、次の時代に出てくる政治家は単なる実務屋になるわけですよね、うん、で今はこの国は実務屋でいいじゃん、うん、娯楽小説でいいじゃん、うん、娯楽小説作家が娯楽作家増えれば金は動くんだしいいじゃん、うん、実務家が増えればどんどん世の中うまく処理されていくんでいいじゃないって話になってるんだけど、うん、僕はでもそれは人間として本来生きるってことの機能を片っぽ失うことによって、うん、手に入れてる効率性とか力だと思うのね、うん、だから本当はその2つっていうのはやっぱり結び合わなきゃいけなくて、うん、でそういうのが結び合うようなプラットフォームっていうか、うん、場所を作りたいなっていう、なんかね、それの話にちょっと通じるか僕は分かんないんですけど、昨日の
最後のセッションで、うん、あのメディアのジレンマっていうのをやったんですよ、高田さんで、はいはいはい、それこそ佐々木さんが出た、池田さん、信夫さんが出てみたいな、はい、でテレビ土屋さんとか福田さんとか、まあ、いろんなテレビ業界人、チキ君もいてみたいなのがあって、なんか僕最後その時に何となく自分で、あ、こうだったんだなっていうふうになんか気がついたことというかあったのは、結局でも ああいう議論でね、じゃあマスメディアはどうか、何が信頼できないのか、ネットメディアでもそうは言ったってネットだってひどいじゃんみたいな話になって、結局マスはマスでネットがいかにひどいのかって話をするし、ネット側に寄ってる人はやっぱりマスメディアどうじゃんみたいな、ひどいじゃんっていう話をするときに、僕結構その議論自体がもう結構うんざりで、だって別にマスメディアがネットを使ったっていいし、で要するにネットじゃないと細かくフォローできないことはたくさんあるじゃないですか。でもなんかそこで要するにもうどっちももうなんかネット、マスはやっぱりどっかでやっぱネットバカにしてるし、やっぱりネットはネットでやっぱマスに拒否反応があるし、そこのやっぱり中でつなぐを本気でつなごうと思っている人、中身っていう話につながるのかもしれないですけど、そこがとにかくいなくて、でジャーナリズムっていうのをやろう、あの考えるときに、いやジャーナリズムとはやっぱりそのなんだろう、情報の信頼性がどうたらこうたみたいな話じゃなくて、いやそうじゃなくて、この今の時代にね、マスメディアがマスメディアの方法論だけで全部の事実を伝えるわけじゃないし、でネットはネットで新しいことももちろんツイッターとかできるけれども、それだって万能じゃないと、だったら両方っていうものをつなぐことの可能性とか、そこの中にどういう人を入れたりとかシステムを作るのかっていうことを考えるのが新しいジャーナリズムなんじゃないのっていう風に僕思ったんですね、うん、昨日なんかそれをなんかずっと行こうかなと思って。だからジャーナリストっていうのはやっぱりあの社会全体について正解を出すっていうことではなくて、うん、きっとその中にいる個人として社会をどう見ているかっていうことを、うん、あのだから社会の中に入りながら伝えていく存在だと思うんですよね、うん、だから客観情報をここでと政府が統計発表しました、これをこっち側に伝えるっていうのはおそらく、うん、それジャーナリズムの仕事じゃないわけですよ、うん、本来は。だから、で、うん、僕だからね、そういう意味ではさっきちょっと言いかけてたあの環境省の PR の仕事も、はいはい、叩かれて分かって受けたわけですよ、うん、受けたのも、でもなんか環境省の金で PR で、でも好き勝手やって、で別に原発の瓦礫反対の人なんかもやって、環境省がもう超手直しするような記事を出すっていうのも含めて僕やりたかったんですよね。それが政府の金を使って無駄に使われるよりかは、候補予算が、それは本当にできれば中に入ることでそれができるんだったら痛快なことだなと思ったし、そういうのも一つのね、ジャーナリズムの正解とは言わないし、多分絶対ずれてるんだけれども、今までのやつからは。でもそれをやるやつが全然誰もいないわけだし、例えば僕は今、あれの後編書きました。後編書いて環境省批判してます。環境省批判してるし、このやり方じゃ多分やっぱり、瓦礫に対して放射線に怯えてる人っていうものが、絶対に、まあ、それを説得することできないんじゃない？だって経緯がこんなひどかったんだもんっていう原稿を書いたら、それに対して、もう向こうが、いやちょっとオフラインの情報、オフレコとかとかそういうのも全部含めたインサイダーの情報も含めても反論したいっていうことを言って、それでじゃあさらに追加取材やって、じゃあまた記事やりましょうっていうことになっていって、僕それはでも一個オープンガンモメントみたいな話で、そういう方法論をやったことによって出てくるってことがあるから、そういうジャーナリズムをやろうみたいな話で、僕はその意識があるけれども、でも要するに金もらってジャーナリストやったらあいつはジャーナリストで終わってみたいなこと言うやつがいるんですよ本当に。いやわかるわかる。いやだからそれは結局日本におけるだからちょっと遠いように見えるかもしれないけど、やっぱ政治と文学が離れたって話は別の言い方で言えば権力と反権力が離れたってことだし、あのつまり社会を動かしている人間と個人っていうのが離れたってことじゃない、うん、であので弱者の側に立つっていうのはイコールその反権力の側に立つことで、あのという、まあ、そういう思考停止があるわけですよね、であのだからつまりだからあのさっき政治と文学っていうのはね、僕本当にひな形になると思うんだけど、文学者って政治をすごい批判するわけだけど、で文学者って政治批判を自分たちの使命だと思ってるところがあるわけ、だからジャーナリストとかそういうのと似てるんだけど、でも彼らは当たり前だけど同じ国に住んでるわけじゃん、で今からずっと明治時代ぐらいまで戻るとさ、本当は政治家と文学者ってすごく近いわけですよ、それはどういうことかっていうと、社会がすごく壊れてる時に、社会が壊れてる時に立て直そうと思った時は権力も反権力もあんまりないんだよね、つまり単にこの社会について考え、あの未来を考えるっていう人間がいるだけで、でもそれが社会がすごい安定していくと、あの権力側と反権力側だとか、いろんな風に分かれていくわけですよ、で戦後日本はそういう意味で社会の安定っていうのは誰かがやってくれたからこう分かれていった、でその権力側にいる人間と反権力側にいる人間とは全然別の言葉を喋るようになってしまったし、例えば政治家をやりながら文学者をやってるとかっていう存在そのものがなくなっちゃったわけですよね。だからやっぱり猪瀬さんと石原さんがやっぱ旧なんですね。だから、まあ僕はなんか彼らの存在はすごい大事なと僕は思いますね。
それに実際あの、まあ、例えば尖閣諸島を買うのがいいかどうかはともかくですよ、うんうん、あのああいう突拍子もないことを考えたりするのっていうのは僕は政治家やっていいと思うわけ、うん、でもあれやっぱり文学者だからこそあの発想に行けるっていうのもあるんでしょう、ね、だから尖閣諸島買うっていうのはいいかどうかは分かりません、うん、というか僕は買わない方がいいと思いますけど高いから、うんうん、あのというか値段ついていられるだけだと思うんですけど、うんうん、ただあのああいうことを言うのは政治家の役割であることは僕は確かだと。なるほどね、まあ、問題提起も、ね、うん、であのやっぱり、うん、それがやっぱりあの普通の政治家から出てこないのはみんな実務家上がりだってことなんですよね。今ある問題を解決するのが正義だっていうふうになる。でなんかあのそこら辺がやっぱりだからそのさっきの津田さんの話に絡めるんだったらば、やっぱりその今度はその全く逆でジャーナリストっていうのはその権力から距離を取り、権力を常に批判するっていうのがジャーナリストの役割なんだっていうのは、これもはもうなんかあのジャーナリズムのメインが向こう側にある時の思考停止なわけですよね、うん、本当そう思いますよ。だって別にだってこれかか金が欲しいわけじゃないですからね。だって別に僕メルマガ出しててそれは何のスポンサーもないけどうまく回ってるわけだから、そんな環境省の仕事をやってせいぜい数十万ですよ、たかだか数十万ですよ、僕ギャラも知らないけど、そういうのじゃなくて、でもそれで環境省で取材やって20キロ圏内にも入れてやるっていう、そういうのがあったら僕はそういう取材機会取りましたよ。それで、うん、それだけの話だけれども、別にそれは記事がねで出した記事がそれはぬるかったらそれは叩けばいいと思うけれども、でもそういうところでのそういう関係があるっていうことだけで全部やるっていうところのこの思考停止っていう意味でのが、多分これはだから東さんがまさにその批評会とかねあので感じている苛立ちみたいなものっていうのは、多分僕はそういう意味でのマスメディアのジャーナリズム業界にもすっごい似たような構造があると思います、うん、なんて話いやだからやっぱりあの、うん、今大事なのはあのなんていうかすごい変な言い方するけど、今はなんか権力違反とか政治違反をやってる場合ではなくて、変な言い方をすると、うん、権力とか政治を有効に再起動する必要があるんですよ、うん、あの今どっちかっていうと、うん、僕たちの国の課題は、うん、でそのためにいろいろやんなければいけないんだけど、うん、それはだからある立場の人たちからすると権力にあのすり寄ったとか、うん、まあ、だからいや、まあ、これ、多分必要に来るね。まあでもね、そろそろ、まあそうですね、5時を過ぎたんで、ね、最後にみんなで全体写真を撮りたいって、うん、お客さんをそのまま東さん、津田さんに降りていただく、はいはい、これを生放送しながら、わ、ね、かりました。面白いですね。でもなんか、はい、あれでしたね、前半はどうなることか思ったんですけど、最後、僕も珍しく熱くなってしまいました。いや、さっき、なんか、ホモの話もっていうか、その話ばっかりしたら、津田さんが不満そうだったんで、これで嫌われるなと思って、さすがに、頑張ってみました。でもなんか、そんな話をしてるのに、2人とも耳がついてるっていうね、この説得力ってどうなんだろうみたいな、ね。僕は考えてる時の顔が可愛く見えるらしいので、うん、いやでも本当にいいですよ、うん、あの、うん、これつけていきたい、いきたいですね、これから、はい、やりましょう、まあ、じゃあ記念撮影しましょうか。最後に記念撮影したね、はい、はい、はい、言論コロシアムお集まりの皆さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうも、これにてアズマンのスダッチ大好き終わりですが、会場にいる皆さんと一緒にちょっと記念写真を撮りたいと思いますので、ちょっとお二人下に降りていただいてよろしいでしょうか。でステージの上から撮りますんで皆さん入ることができます。後ろの正面のカメラより前にちょっと来ていただけますか。それでお座りの方ちょっと立っていただいて、一歩ずつ前に詰めていただいていいですか。この状態がですね生放送でも流れてます。すごい、ニコニコ言論コロシアムの最後の、ステージとして生放送流れてます。違うのこっち、ま、こっちでいいですか。マイク入ってないですよ。マイク入ってます。はい、津田さん、東さんお願いします。はい、これ どっちを向けます？あっち向けます。正面のこのムービーを向いて。ムービーを向いて、はいはい。で準備できましたらきっかけ出しますんで、はい、ちょっとお待ちください。お二人お話続けていただいて構いませんので。お話続けてって言ってね。いやでもあの僕ら最後あの上の蛍の光に負けず結構いい話できましたよね。そうですね。でもあの今回ねちょっと僕ね超会議舐めてましたよ。あの次回やるんだったら2日間あのホテルがっつり取っていきますから。あ僕ちゃんと2泊3日行きました。だから そのやっぱ全力感が必要だったね今回ね。全力できます。僕ね思いますけど、まあ、もう本当にみんなスタッフが否定してて絶対来年やらないって夏尾さんも考えさせてるんですけど、僕断言しますけど多分来年やりますよ。いや絶対やらないわけないと思います。てかやらなかったらドワンゴはこれ1年に1回のこれイベントがありますよ。今まで俺たちが知ってるドワンゴだったらやってくれるよね。そうですよね、うん、いや2年に1回とか言ってもスタッフが否定するから2年に1回とかありえないですよね。そうなった時にはもう俺たちの知ってるドワンゴは死んだってことです。そうですね。どっちかっていうと、そしたら僕らグリーとかで番組やりましょう。あ、それいいね。グリー超会議。グリーで超会議。お金持ってますからね。グリーロンダンでしょ。グリーロンダン。グリーロンダン行こう。グリーロンダン、モバゲロンダン。絶対金あるよ。で、だから3回に1回ぐらいモバゲの話するわけじゃん。要は、モバゲの社会的意義とかさ。なるほどね。じゃあ、津田さん、準備できましたので、
最後に皆さんで一緒に手を振っていただきたいんですが、これにて、ニコニコ言論コロシアム終わりになります。皆さん本当にありがとうございました。さようなら。この前に終わってしまってごめんなさい。